2016年ブルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一なり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半前川先生です。今回ね、調整がうまくまたちょっと離脱しちゃいました。どうも負けつきが出たんで、自信なくなりまして、またデモでですね試験をしばらくいたします。今資金が2万5000ぐらいになっちゃったんですね。そんなことでデモでねちょっとやってみます。それで15分バイナリーオプションやってましたけども、5分もちょっと やろうと思って今立ち上げました。それからね、FX も株もですね、コンピューター分析ができない人ですね、は全員知恵遅れです。現在ではね、昔はコンピューターなかったんでいいんですけども、今の時代では知恵遅れの人しかやりません。ニュースなんか聞いて やる人も知恵遅れです。ただね、コンピューターのプログラムとかできないということで超能力をたくさん持ってる人ね、まあ汚職にはなりますけども、仲間からねテレパシーで情報をもらってね、で投資、あと保安仕事ですね、を仲間にやってもらって、投資して稼ぐということはできますね。汚職になりますけどね、テレパシー、皆さんみんな義務教育もカンニング入れないと卒業できておりませんのでね、人間ってね、私は違いますけれども、人間って全部博士号取っててもね、もう義務教育もカンニング入れてんですよ、テレパシーで。だから虫になってね、仲間の脳から聞いて卒業してるということでね、それと同じように今度投資でも仲間から情報を汚職でもらってね、投資と、もう一つ片方だけやってもね、一つだけやっても保安の仕事というのは、ね、99% 99倍いるんですね。 99% いるんですね。 1% が投資の技術ですね。また情報を聞いてね投資するということでね、保安仕事っていうのはすごく多いんですよ。99倍はかかるんですね。100倍ぐらいかかるんです。人間っていうのは今日肉食でただ盗むだけの仕事が専門ですから、それに対抗するためにただね、その超能力だけで情報を聞いて投資するっていうことで投資で稼げないんですね。保安力の仕事が間に、まあ、100倍ぐらい必要なわけですよ、ね、それも助けてもらってるという場合の人が多いですね、シードっていうことでね。だから、まあ、実際何だか言ったらコンピューター分析入れてない人は知恵遅れで汚職でやってるということですね。パークリンでね、虫でも同じなんです。全部情報テレパシーで聞いて動いてますからね、それを人間がやるというのは非常に知恵遅れの一つなんですね。でただ強いです、うん、だってテレパシーでね、悪い一番すごくなな無数にいる人から情報を聞いてね、戦えるわけですから、ね、強いです。だからあまり言えませんけどね、強いんでね、私一人で投資してますし、保安も全部自分でやってますから、そういう人たち団体でやってますから、ちょっかいかけるとね大変なんですよ、団体が攻めてきてね。でそれをよく注意してください。今時でとにかく知恵遅れだけども稼げてる人っていうのはそういう人たちですね。だから、超動物みたいな人たちですけども強いんで、団体がバックについてますからね、文句言わないでいるということがいいけども、まあ、現実的に今の世の中では知恵遅れだっていうから、あんまりバカなことをやってもしょうがないけども、誰でもできることじゃないからね、注意していただきたいね。シードされた人だけですよ、ね、それはね、情報をテレパシーで教わってね、コンピューター分析も分かんないで投資するわけですから、
ね、全部超能力でテレパシーで教わってやってるだけですね。ということですよ。で、あ、来た来た。今、試験中なんだけどね、負けてばっかりでね。何が来たかな。デモ講座で自動売買は止まるんですけど、一時的に、これは買ってくれるやつです。デモなんでね、ライブでは禁止ですけど、どうなんでしょうね。これもう分かんなくなっちゃったね、全然。これまた下がる可能性があるからね。ここで来たけども。ということですね。まあ、そんなことで必ずコンピュータ分析は入れなければ、入れない人は知恵遅れです。ね。ニュース情報聞いても分かんないですよ。あれ全部知恵遅れです。それで投資してる人多いですけども、で、そう言って投資してる人いますけど、ただ、テレパシーで仲間から情報をね、もらってて強い人は強いです。それは団体の脳ですから、なかなか、強いんで、ちょっかい出せないですね。個人で一人で、ね、その人たち言ったって、汚職なんだけどね。仲間から情報を教わってお金もらってるわけですから。ね。っていうことですね。まあ、シグナル来たけど、いいところ来たけど、落ちないね。どうなんでしょうかね。1個ずつ打ってみましょう。2個とか3個とか打たないでね。全部1個ずつ通してみましょう。で、これね、デモで自動売買なんだけど、1回の自動売買なんですよ。ライブは禁止ですけどね。こうやっとこないと止まっちゃうんですね、これね。これリフレッシュしないといけないっていう、ものでしてね、非常に面倒なんですけど。あと、一旦ここまで立ち上げないとダメなんだな。